いつもご視聴ありがとうございます。今回は、以前お話しさせていただきました全国対戦ですね、日程をご報告させていただきたいと思いまして、動画にさせていただきました。まず、日程なんですけども、8月の15日の午前10時から、11時半ぐらいまでまずログインさせていただきます。で、最近実はガンバライジングやってなかったので、こちらはまあ、予備日みたいな感じで。で、あと8月の23日。こちらの、10時から、多分12時過ぎぐらいまで、全国対戦、ガンバライジング全国対戦で、2時間もうぶっ通しで、ログインさせていただきますので、よろしければ、対戦、していただける方とかいらっしゃいましたら、その時間帯にログインしていただいて対戦いただければと思います。で、ずっと前からね、やりたいって思ったんですけども、視聴者さんと、対戦してみたいっていうのがありまして、で、デッキを作ったりとか、日程を割り出そうとしたんですけど、なかなかちょっと最近人手不足とかいろいろあって忙しくて、全く、自分のこういったガンバライジングで時間を取れる時っていうのがほとんどなくて、かなり遅れてしまったんですけども、今更ながら、日程決めさせていただきましたので、よろしければご参加いただければと思います。で、多分直撮りになるとは思うんですけども、直にカメラ持って撮るやつですね。直撮りになるかと思うんですけども、全国対戦、ずっと、多分ですが、ずっと、撮影させていただく予定ですので、よろしければね、まず明日、15日の、15日の、10時から11時過ぎぐらいまでと、あとは、23日の同じく朝10時から、12時ぐらい、昼の12時ぐらいまで、ログインさせていただきますので、よろしければ、いろいろご参加いただければと思います。で、デッキもいろいろ、考えた結果、最近、個人的に好きな、こんなデッキだったりとか、もしくは、息吹は多分入れてるかな。10アイコンのやつで、ちょこちょこ。これはどう組むかはちょっとその時によって変えてるんですけども、こんなデッキだったりとか、もしくはちょっとアマゾンの2枚入れた、あとエグゼード1枚入りのデッキとか、こういったので最近はたまーに遊んでます。最近本当に時間がなくて全然もうゲームできてなくて、うちに帰ってもちょっと子供の面倒とかうんぬんとかで全然、もうレビューもまともにできてない状態なので、ちょっとね、今回はしっかりと遊んでいきたいと思いますので、参加いただける方いらっしゃいましたら、よろしければ、ぜひともゲームセンター、量販店とかね、足を運んでいただいて、ぜひともプレイしていただければだと思います。で、今後の予定は、もう次の仮面ライダーですね、もう発表されてまして、ビルド。ガンバライジングも継続して続くということなので、もうそれはちょっと安心しました。で、もう早速、早速というわけではないんですが、ヒーロー夏祭りに行って、新しい、ガンバライジングの筐体も見てきて、とりあえず変更点は特に、なさそう。あとは、仕様変更ですね。そういったものがどういったものがあるのかっていうのはちょっと気になるところなんですが、そこの辺はまだゲームしてみないとちょっとわからないので、それはおいおい、楽しみにしていきたいなと思ってます。で、あとはね、最近というかもう先月、もう6月、7月ぐらいのお話なんですけども、ふとね、ちょっと撮影中に、超有名な、本当に有名な、ガンバライダーさんと、ちょっとお話しできる機会をいただきまして、本当ゲームセンターで、1時間少々ちょっとお話しさせていただいたような感じなんですけども、もう本当超有名で、もう、ガンバライジングって検索したら、もう、1ページ、ヤフーとかで1ページ目とか2ページ目とかにもうすぐ出てきてしまうような、もう超有名な方なんですけども、もうお話しさせていただいて、ちょっとね、ガンバライジング、あと、仮面ライダーのね、あり方、あとはネットに対するね、注意点みたいなものをいろいろ教えていただいて、自分自身もね、ちょっと気をつけているつもりではあったんですけども、やっぱり、そういう方から、もしくは他の方から見ると、こういうところは、ちょっと、グレーなんじゃないか、まずいんじゃないかっていうお話とか、例えば私なんかで言うと、ガンバライジング、ちょっと早めにね、動画をアップしちゃったりですとか、あとは、おもちゃのレビューですね。そういったものも、ちょっと、ある程度、ちょっと気をつけないといけない部分もあるから、注意してね、みたいな形でいろいろ
まあ、ご忠告をいただいて、大変に、助かりました。で、話してて思ったのが、私自身ガンマライジング、かなり好きで、ずっと、もう3、4年ずっとやってるんですけども、やっぱその方と話した結果、やっぱまだまだ自分足りないなっていうふうにちょっと思っちゃいまして、なぜかというと、なんて言うんでしょう、すごく落ち着いてお話しされてる方なんですけども、すごくもうガンマライジング、もなんか熱意があるというか、もう熱気があるというか、すごく熱く語られて、あ、なんかすごいいいな、かっこいいなと思ってしまいまして、で、私もね、最近というか、まあ、惰性でやってるというわけではないんですが、楽しく遊ばせていただいてるんですけども、そういった熱意、まあ、負けてもいいな、みたいな気持ちでやっぱりプレイしてた部分はあったんですね。なので、次、これからはね、ちょっとね、勝ちを意識して、まあ、できる限り遊んでいきたいなと、まあ、プレイスタイルを磨くのも当然ですし、全国対戦もどんどん今後は入って遊んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、動画のアップに関しても、ちょっと、思いとどまってね、まあ、あんまり早く上げりゃいいっていうもんでもないですし、できる限りね、ガンバライジングを続けて、バンダイさんも、利益があるような形で、やっていかないと、ガンバライジング自体がなくなってしまったり、おもちゃ販売もね、規制されたりしてしまっても、まあ、当然困ってしまうので、そこら辺の動画アップに関しては、ちょっと今後やり方を変える可能性はありますので、よろしくお願いいたします。ライジング、9月上旬、ボトルマッチ1弾もう稼働予定なので、それに向けて、一生懸命ガンバライジングをプレイして、もっと上位に食い込めるように頑張るのと、あとはね、できる限り皆様と交流できるような、ね、機会を設けて、より皆さんね、ガンバライジング楽しんで遊んでいただけるような、形をとっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、当面は、このボトルマッチ1弾に向けて、全国対戦一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、簡単ではございますが、まずは、明日の15日午前10時から11時ぐらいまで、11時半ぐらいまでですね、全国対戦でログインいたしますので、もし、プレイできる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。で、さらに、8月の23日ですね。こちらはもう必死で、勝ちに行きたいと思いますので、よろしければ、ご参加いただける方いらっしゃいましたら、お声掛けいただいて、ぜひとも、動画で全部ね、アップしたいと思いますので、よろしければ、一緒にプレイしていただければと思います。では、簡単ではありますが、今回の、最近の近況ですかね。では、明日、全国対戦、頑張って遊んでいきますので、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございます。